9月3日の雲の塾通信をお送りしています。アジアの西部開拓時代が現代世界を揺るがす。今日初日です。人類学者ジェームズ・C・スコットが統治不可能な地域に光を当てる。アジアの開港はグローバル化、貿易、統合の代名詞である。上海、釜山、シンガポールなどのハブ港を往来する船はかつては想像もできなかったほどの速さで世界の生産者と消費者を結びつけている。これらは現代世界の生命線である。しかし政治や金融の中心地から遠く離れた大陸の高地はまた別の話である。多くの地域では何世紀にもわたって政府や役人、公式経済の力に抵抗してきた。7月19日に87歳で亡くなった米国の文官人類学者で政治学者のジェームズ・C・スコットはタイ、ラオス、ベトナム、ミャンマーの大部分を含め中国の南西部とインドの北東部にも広がる東南アジア高地地域をゾーミアと呼び、その無法の歴史を解明する手助けをした。スコットは自分は無政府主義者のレンズではなく無政府主義者の視線で世界を眺めていると語った。彼はあらゆる形態の政府を強情的に否定する反対派ではなく、国家権力がどのように確立され、それがどのように抵抗されたかに興味を持っていた。今日初日ですね。でアジアの港は、グローバル化、貿易、統合の代名詞だというんですね。で上海、釜山、シンガポールなどのハブ港の船は世界の生産者と消費者を結びつけたということです。でただスコットが言ったのはこうした港ではなくて高地、大陸の高地で の活動ですね。で彼はもう亡くなったんですけども、この高地の地域、東南アジアのをゾーミアと呼んで、そこはずっと無法地帯だったんですね。でその無法地帯、無政府主義、無政府状態の地域に、焦点を当てて、それがどういう変遷をしてきたかということを解説してきたんですね。